カンザスシティはアメリカ合衆国ミズーリ州西部に位置する都市。市域はジャクソン郡を中心に4軍にまたがる。市はカンザス川がミズーリ川に合流する地点を中心に広がっている。人口は459,787人で、ミズーリ州では最大、中西部では第6位、全米でも第37位の規模である。 ミズーリ・カンザス領州の15群にまたがるカンザスシティ都市圏は203万5334人の人口を抱えている。東西でセントルイスとデンバー、南北でダラスとミネアポリスのちょうど中間に位置する極めて重要なビジネス拠点かつ東西アメリカの結節点であり主要な世界都市ランキングであるグローバリゼーションと世界都市研究ネットワークでは ガンママイナスの世界都市と評されるなど、アメリカ中西部有数の世界都市である。カンザスシティは、ミズーリ州側とカンザス州側の二つに分かれている。合流点以東はすべて、ミズーリ州となっており、一勢では、ミズーリ側以北が、ミズーリ州、以南が、カンザス州となっている。市名から、カンザス州側がメインとなる都市であると思われがちで、あるが、実際には、 人口が多いのも、超高層ビルが立ち並ぶダウンタウンが発展しているのもミズりリ州側である。そのため、単に、カンザスシティといった場合、ほとんどは、ミズりリ州側を指す。ミズりリ州側は、カッシも、カンザス州側は、KCK と略される。また単に、KC と略すこともあるが、KC と略した場合、カンザスシティ都市圏を指すことも、少なくない。 1930年代、民主党のマシーンのボス、トム・ペンダーガストは、あらゆる面において、カンザスシティに、大きな影響を及ぼした。禁酒法時代、ペンダーガストの非合華で違法営業をしていた、ナイトクラブには演奏旅行で大陸を横断する、楽団が立ち寄った。やがて、カンザスシティジャズが花開き、カウントベーシーを世に送り出し、チャーリー・パーカーを生んだ。また、 ペンダーガストは、ハリー・エストルーマンを支え、後に、第33代大統領になる道筋を作った。一方で、カンザスシティにはギャングがはびこり、治安が悪化した。現代においても、カンザスシティの治安は、あまり良くない。カンザスシティの市内には200カ所以上の噴水があり、そのため、ファウンテンシティと呼ばれている。また、古くは、畜産の中心地であったことから、 カンザスシティは、ステーキやバーベキューで知られ、カウタウン、BBQ キャピタルオブザワールドとも呼ばれる。国の地理重心と、人口重心の両方から4 0 0トル以内に位置することから、ハートオブアメリカとも呼ばれる。カンザスシティの石となった3名の像。ウェストポート地区のカンザスシティパイオニアスクエアに立っている。左から、アレクサンダーメジャーズ、ジョンカルバンガマッコイ。 ジム・ブリッジャー。ミズーリ州カンザスシティは1850年に正式な自治体となった。ミズーリとカンザス川の合流点を中心とした、この一帯は入植地を建設するにあたって良い場所であると考えられていた。この一帯を最初に訪れた記録が残っている最初のヨーロッパ人はフランス人探検家のエティエンヌ・ド・ベニアールである。ベニアールは ミズーリ川の下流域を初めて探検したヨーロッパ人でもあった。現在のデトロイトにあったデトロイトトリデでのネイティブアメリカンの攻撃への対処に失敗したことで避難を浴びるとベニアールはフランス当局を避けるためにトリデを離れこの地から約1 4 5キロメートル東にあったミズーリ族の村でネイティブアメリカンの妻と共に暮らし毛皮の違法取引をしていた。 名誉を挽回するため、ベニアールは1713年にイグザクト、ディスクリプションオブルイジアナ、オブイッツ・ハーバーズ、ランズ・アンド・リバーズ、アンド・ネームズ・オブ・ザ・インディアント・ライブス・ザット・オキュー・パイット、アンド・ザ・コマース・アンド・アドバンテージズ・ツー・ビー,イー・ディライブド・ゼア・フローム。フォーザ・エスタブリッシュメント・オブ、A コロニーを、翌1714年には、ザ・ルート・ツー・ビー・テイクン・アセンド・ザ・ミズリ・リバー、 を表した。これらの文書の中で、ベニヤルドは、グルメード・リブ・イエレで関せずとミズーリ側の合流点についても言及した。フランス人地図制作者、ギオーム・ドゥリールは、地域の正確な地図を作るために、この記述を用いた。1763年にパリ条約が締結されると、この一帯は、スペイン領となった。しかし、 スペインは課税したり、交通の認可を出したりする以外にはあまりこの地には関与せず、スペインの認可のもとに、フランスが毛皮の取引を続けていた。周東ーーエは1765年には、スペインの認可のもとに、セントルイスに拠点を置き、ミズーリ・川下流域での毛皮の取引を行っていた。しかし、周東へがこの地まで精神してきたのは、 1821年にフランソア首都が首都ズランディングを創設した時のことであった。ルイス・クラーク探検隊がミズーリ州で辿った道を記している案内版。クオリティヒル地区にて。ルイジアナ買収の後、セントルイスを出発して西へと向かっていたルイス・クラーク探検隊は、カンザス川とミズーリ川が合流するこの地を訪れ、クオリティヒル地区を 砦を建てるのに良い場所であると評した。1833年、ジョン・カルバン・マッコイは、水売ーリから 5km ほど離れた、サンタフェトレール沿いにウェストポートを創設した。翌1834年には、マッコイは、ウェストポートへの月船地として水売ー,ー川沿いにウェストポート、ランディングを建設した。その直後、投資者グループのカンザスタウン会社がこの地への入植を、 始めた。カンザスタウン会社の名は、関節の英語名であるカンザスから取ったものであった。1850年、この地は、タウン・オブ・カンザスとして、正式な町になった。この頃、タウン・オブ・カンザス、ウェスト・ポート、インディペンデンスの3つの町は、アメリカ合衆国の西部への領土拡大において、極めて重要であった。西部へ通ずるサンタフェ、カリフォルニア、 オレゴンの三つのトレイルは、すべてこの三つの町を有するジャクソン軍を起点としていた。1853年2月22日、市長が新たに選出され、シティオブカンザスが創設された。地域はわずか1.8平方キロメートル、人口は2500人であった。その当時の市境線は、北は、水ズ川、南は、現在のナインスストリート、西は、 ブラフストリート、東は、ホームズリードストリートとシャーロットストリートの間であった。南北戦争が開戦すると、この一帯には敵対心が出てくるようになった。ミズーリ州が、フランス植民地時代からの奴隷州であったのに対し、1861年に、州に昇格したカンザス州は、住民投票によって、自由州となることを選んだからである。 この地域に住んでいた奴隷制に反対する住民が多数カンザス州側に移り住んだ。この2州は初めは投票箱で、ついで血を流して戦うことになった。南北戦争中、シティオブカンザスは戦火の真っただ中にあった。この地で行われた戦闘のほとんどは北軍の勝利に終わった。1862年8月のインディペンデンスの戦いでは、 南軍が北ミズーリに進み、カンザスシティを連合国の支配下に収めた。しかしそれは長くは続かなかった。1864年、ウェストポートの戦いで、北軍は勝利を収め、カンザスシティにおける連合国の支配は終わった。しかし、南軍のウィリアム・クオントリルが、 成功のカンザス州、ローレンス進行に成功した時は、ジャクソン軍を含むミズーリ州の4軍の住民に対し、北軍のトーマス・ユーイングによる避難命令が出された。カンザスシティの長官図南北戦争が終わると、シティ・オブ・カンザスは、急速に発展した。1867年、ハンニバルとセント・ジョセフを結ぶ、ハンニバルセント・ジョセフ鉄道を、 途中のキャメロンで分岐させ、カンザスシティを通る鉄道につなぐため、ミズーリ川にハンニバル橋を架ける計画が立てられた。1869年にハンニバル橋が架けられると、市の人口は劇的に増え、この地域における中心都市としての地位を確立した。翌1870年には、シティオブカンザスの人口は32,260人を数えた。 1889年には、シティ・オブ・カンザスは、カンザス・シティに改名され、地域も南方向と東方向に広がった。1897年12月2日には、カンザス・シティは、ウェストポートを併合した。やがて、都市計画家のジョージ・ケスラーが中心となって、都市美観運動が始まった。カンザス・シティの至るところに、幅の広い通りや公園が設置され、 1914年には、ユニオン駅が、現在の位置に移された。第一次世界大戦後、1923年には、戦没者の慰霊碑として、リバティメモリアルが、ユニオン駅の南隣に建てられた。この二棟の建物は、ダウンタウン南側のランドマークとなった。さらに南に開発は進み、1925年には、カントリークラブ地区開発計画に基づいて、 カントリークラブプラザの建設が始まった。20世紀初頭、カンザスシティではマシーンが台頭した。1925年頃には、トム・ペンダーガストの率いるマシーンが台頭し、姿勢を牛耳るほどに今でなった。ペンダーガストは、民主党のマシーンによる姿勢のコントロールをしやすくするために、市議会の議員数を32名から9名に大幅に減らし、腐敗した。 シティマネージャーを置いた。カンザスシティ市庁舎やジャクソン軍の地方裁判所といった重要な建物もこの時期にペンダーガストによって建てられた。当時のアメリカ合衆国には禁酒法が存在していたがペンダーガストはその禁酒法を有名無実化させ市内のナイトクラブの違法営業を庇護した。ペンダーガストが1939年に脱税で有罪になると マシーンの力も衰えていった。しかし、ペンダーガストとそのマシーンは、ハリー・エストルーマンが正解を駆け上るきっかけとなった。第二次世界大戦後、カンザスシティの裕福な住民は、ジャクソン軍東部やカンザス州ジョンソン軍などの郊外に移り住むようになり、急速にスプロール化が進行していった。また、ミズーリ川を越え、1940年代から1970年代に、 かけて新たに、カンザスシティに併合された北側へも多くの住民が移っていった。そのため中西部の多くの主要都市同様に、都心部の空洞化が進みながらも、市の人口は1960年代まで数値の上では増え続けた。1970年には人口50万7087人でピークに達した。1940年には、市。 の人口は約40万人であった。2000年には統計上は約44万人の人口を抱えているものの、1940年当時に地域であった地域には当時の半分以下約18万人しか住んでいない。1940年から1960年にかけて地域は2倍以上になったが、人口は約7万5千人しか増加していない。 1970年には、地域は800平方キロメートルを超え、1940年当時の5倍以上に達している。カンザスシティのスプロール化の主な原因としては、公民権運動によって、人種間の緊張が高まり、暴動が頻発したことが挙げられる。市中心部のスラムは、インナーシティを形成する一方で、転出するだけの経済的な要力のある住民は、 中心部から離れていった。第二次世界大戦後に作り上げられた、高外像や、アメリカンドリームもまた、カンザスシティにおけるスプロール化の原因となった。死がスプロールしていくにつれて、インナーシティはますます凋落していった。ジャクソン軍では未だに、スプロール化が進行中である。その北に隣接する、クレイ軍でもスプロール化が再度始まっている。しかし、近年では、 ダウンタウンの再開発が進み、スプロール化のペースは鈍化傾向にある。荒廃したインナーシティもニューアーバニズムによって再生へと向かいつつある。超高層ビルが立ち並ぶ、現在のダウンタウンミズーリ州カンザスシティは、北緯39度6分0秒整形94度35分0秒、北緯39.1000度整形94.58333度。 39.1000-94.58333に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、カンザスシティは総面積823.7平方キロメートルである。このうち812.1平方キロメートルが、陸地で11.6平方キロメートルが水域である。総面積の1.41%が水域となっている。市域は、 ジャクソン軍を中心に北に隣接するクレイ軍、北西に位置するプラット軍、南に隣接するカス軍の4軍にまたがっている。カンザスシティの都市圏はミズーリ・カンザス領州の15軍にまたがっている。カンザスシティの地形はシカゴやニューヨークのように平坦であると考えられがちであるが、実際にはかなり起伏がある。カンザスシティ地域は盆地上になっており、 北側と南側には氷河に削られた石灰石や岩礁の崖がそそり立っている。カンザスシティの市街地は高ミオに氷河によって削られ、形成された広い谷間にできている。ミズーリ川及びカンザス川は氷河が溶け、流れ出した時に形成された。カンザスシティはアメリカ合衆国の地理重心に近く、カンザス川が全米。 第二のタイがミズーリ川に注ぐ地点にある。そのため気候は大陸性で気温の年角差が比較的大きく、冬にはやや乾燥するものの一年を通して安定した降水量がある。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。夏にはメキシコ湾からの湿った空気がカンザスシティにも届くため蒸し暑く、7月や8月には 下し100度を超えることもある。冬は温暖な日もあれば、寒さの厳しい日もあり、一年に数回氷点下10度以下に下がることがある。春や秋は全般的に過ごしやすいが、時々雷雨に見舞われることがある。カンザスシティはトルネードアレイと呼ばれる竜巻の多発地帯に一致している。グレートプレーンズとほぼ重なるこの一帯では、 ロッキー山脈やカナダからの寒気と、メキシコ湾からの暖気が混じり合うため、強烈な上昇気流が生じ、竜巻が発生しやすくなる。カンザスシティ周辺は1957年、1982年、2003年に大きな竜巻に見舞われた。カンザスシティは冬嵐にも会いやすい。2002年には大規模な冬、嵐がカンザスシティを襲った。 また街のそばを大河が流れているため洪水の被害も受けやすい。1951年にはカンザス川が氾濫を起こしダウンタウン空港やカンザスシティストックヤードに壊滅的な被害を与えた。1993年にはカンザスシティを含むミシシッピ川中流域のほとんどがアメリカ合衆国史上最大級の大洪水に見舞われた。 カンザスシティのダウンタウンの地図。市の超高層ビルはダウンタウンループに集中している。カンザスシティは150以上の地区からなっている。そのいくつかは、かつてカンザスシティとは別個に存在しカンザスシティに合併された都市であった。また、重要な出来事の舞台となった地区もいくつかある。ジャクソン郡内に位置するダウンタウンは市の条例により、北は ミズーリ川から、南はサンファーストストリートまで、西はアイマイナス35から、東はブルース・アール・ワトキンスドライブまでと定められている。その中には、歴史ある、ウェストポート地区や、クロスロード芸術地区、エイティーンス・アンドバイン歴史地区、ペンドルトンハイツ地区、クオリティ、ヒル地区、ウェストボトム地区、リバーマーケット地区などいくつかの地区を含んでいる。 超高層ビルは高速道路に囲まれたダウンタウンループに集中している。ホールマークカーズ社が本社を構え、3つの法律事務所を抱えるクラウンセンターは、ダウンタウンにおける主なショッピングエンターテイメント複合施設の一つともなっている。アムトラックの長距離列車が発着するユニオニ駅もレストラン、各種ショップ、映画館、プラネタリウムを抱えている。 クラウンセンターとユニオン駅は屋内通路でつながっている。ダウンタウンの南に隣接するサンナインスストリート地区は芸術とボヘミアン文化の中心となっているエリアである。また、通りにはレストランやブティックが立ち並んでいる。同じくダウンタウンの南に広がりサンセットヒル地区やブルックサイド地区を含むカントリークラブ地区はカンザスシティの高級住宅街である。 地区内には公園道路や街路が整備され歴史的な家屋が立ち並んでいる。地区内の45スストリートから5ファーストストリートの間に広がるカントリークラブプラザは屋外の高級ショッピングエンターテイメントエリアになっている。またカンザスシティの市内には200以上の噴水がある。このことから市はファウンテンシティと呼ばれている。 ダウンタウン再開発プロジェクトの一つ、パワーライト地区の予定地ながらく駐車場となっていたり、空き地のまま放置されていた区画が目立ったダウンタウンだが、近年になって、ようやく変化が訪れている。ダウンタウンループ南側では、ボルチモアの不動産、エンタテイメント運営会社コーディッシュにより、パワーライト地区と呼ばれるエンタテイメント地区を建設する計画が進められている。 同地区に隣接するエリアには、スプリントセンターという新しい屋内競技場が2007年10月にオープンした。同競技場は、ロサンゼルスに本社を置く、スポーツ、音楽エンタテインメント運営会社アイグによって運営され、建設プロジェクトにも、同社からの多額の出資を得た。アリーナフットボールの観ンシティブリゲードの本拠地として2008年シーズンから2012、 シーズンまで使用されていたほか2009年の NCWA 男子バスケットボールトーナメント1.2回戦の会場、2010年には NCWA 女子バスケットボールトーナメントが開催された。NBA や NHL のチームの誘致も予定されている。カンザスシティは幅の広い公園道路で知られている。公園道路は市内を曲がりながら走り、 肖像や噴水で装飾された幅の広い中央分離帯を持っている。こうした公園道路の例としては、カンザス州との宗教付近を走るワードパークウェイが挙げられる。こうした公園道路は、もともとは美観を重視し、小型自動車や馬車が走る街路として建設されたが、後にその多くは大量の交通量をさばき切れるように改造され、 高速道路へとアップグレードされていった。かつて、住宅街のほとんどの通りは、アメリカニレの並木道になっていた。しかし病気によって、アメリカニレが、ことごとく死滅したため、多種多様な街路樹が植えられるようになった。現在、成長の早いモミジバフをより多様性に富んだ、紅葉樹に植え替えるプログラムが進められている。カンザスシティのダウンタウンカンザスシティは、 ミズーリ州最大の市政府を抱えている。カンザスシティはシティマネージャー制をとっているが、トム・ペンダーガストによる越権政治が続いた後、シティマネージャーの役割は縮小された。市長は12名からなる、カンザスシティ市議会の長である。市議員は11地区から各1名ずつ選ばれ、残り1名がワイルドカード選出となる。 カンザスシティの市長選は特別な理由がない限り4年に1回、各期数年に行われる。前回の市長選は2007年5月に行われたので、次回は通常通りであれば2011年5月に行われることになる。19世紀後半から20世紀中盤にかけては、カンザスシティ市政府はしばしばミニ首都のマシーンに操られ、腐敗してきた。 カンザスシティ史上最も悪名高いマシーンのボスはトム・ペンダーガストであった。トム・ペンダーガストに支えられてジャクソン軍の裁判官からミズーリ州選出の上院議員へと正解を駆け上り、後にフランクリン・ルーズベルト政権の副大統領に、そして第33代大,大統領になったのがハリー・エース・トルーマンであった。トルーマンの他にもカンザスシティは 歴史上に二度大統領選に関わった。カンザス式で開かれた1928年の共和党大会では、アイオワ州出身のハーバート・フーバーを大統領候補に推した。フーバーは、翌1929年に第31代大,大統領に就任した。同じく、カンザス式で開かれた1976年の共和党大会では、カンザス州選出の上院議員。 オブドールが副大統領候補に選ばれ、現職大統領ジェラルド・アール・フォードと共に、大統領選を戦った。しかし民主党のジミー・カーター、ウォルター・モンデールに敗れ、副大統領就任はならなかった。大統領選においては、カンザスシティでは民主党が伝統的に強い。しかし、衆議会や市議会レベルでは、特に市の北側の郊外化した地区で、 共和党が勝つことがある。カンザスシティ商品取引所カンザスシティの都市圏には、フォーチュン500に入る企業4社が本社を構えている。フォーチュン1000にはさらに5社が入っている。また、全米最大のグリーティングカード会社、ホールマークカーズ社は創業者一家による家族経営であるために、フォーチュン500。 フォーチュン1000のリストには入らないものの、売上総利益ではその両方のリストに入りうる企業である。グレートプレーンズに位置するカンザスシティでは農業や畜産業も重要である。カンザスシティ都市圏内には農産物会社がいくつもある。カンザスシティ商品取引所では主にパンの原料となる冬小麦が取引されている。ここで取引される冬小麦は、 栄養価の高さからシカゴ商品取引所で取引される冬、小麦よりも高値で取引されている。また、カンザスシティにおける牛肉の生産はシカゴシンシマティに次いで全米第3である。カンザスシティには連邦準備銀行も置かれている。カンザスシティ連邦準備銀行で発行された米ドル紙幣には9冊であれば肖像の左側に J と 診察であれば、左上の発見番号のすぐ下に、J1 0と印刷されている。これは、カンザスシティ連邦準備銀行が管轄している、第10地区を表している。第10地区は、オクラホマ州、カンザス州、コロラド州、ネブラスカ州、ワイオミング州の全域とミズーリ州西部、ニューメキシコ州北部を含み、サンフランシスコ連邦準備銀行の管轄する。 第12地区に次いで広い。ミズーリ州は、全米で唯一、州内に2つの連邦準備銀行が置かれている州で、ある。カンザスシティ連邦準備銀行は、デンバー、オクラホマシティ、オマハに支店を置いている。20世紀初頭の禁止法時代、トム・ペンダーガストに牛耳られていた、カンザスシティにおいては、種類の販売における法律も時間帯も、事実上機能していなかった。 1930年代に入って、ペンダーガストによる、ヒ護のもとに、ナイトクラブが違法営業をするようになると、カンザスシティジャズが流行したが、同時にカンザスシティマフィアが台頭し、ギャングも、カンザスシティに寄ってくるようになった。1933年、ユニオン駅では、カンザスシティ虐殺事件と呼ばれる、銃撃戦が起こり、警察官、FBI エージェント計4名が殉職した。 現在カンザスシティ国際空港がある場所の近くにあった酒場ではボニーとクライドが警察官と銃撃戦を繰り広げた。1970年代にもギャングに関わる事件が起きた。リバークエエエンターテイメント地区で起きた逃走では3棟への建物が爆破され、ギャング数名が殺害された。警察の捜査でギャングのボスはカンザスシティチーフスが ミネソタバイキングスを下した第4回スーパーボールのフットボール賭博の掛け金を談合していたことが明らかになった。捜査はラスベガスのスターダストカジノにまで及び同地のカンザスシティマフィアが一掃された。この一連の事件は後に小説に表され、1995年に公開されたロバートデニーロ主演の映画カジノの題材となった。現代においても カンザスシティの治安はあまり良くない。2005年の連邦捜査局のデータによると、カンザスシティにおける殺人発生件数は126件で、人口10万人あたり28.5件であった。この数値は、州内のセントルイスほどではないものの、ニューヨークの4倍以上、ロサンゼルスの2倍以上という悪い数値であった。モーガン・クイット農者による2006年の調査では、 カンザスシティは全米で16番目に危険な都市であると発表された。殺人をはじめとする暴力犯罪のほとんどはダウンタウンに近接したインナーシティで起こる。犯罪率の高さは市の住みやすさの指標を下げ1970年代から1990年代にかけて行われてきたダウンタウンの再生に対する阻害要因となってきた。近年では ダウンタウンの再生が成功を収め、都心回帰の兆しも見られるが、インナーシティの貧困率の高い地区における、犯罪率は依然として高い。カンザスシティは、古くより交通の要衝として発展してきた。西部開拓時代においては、開拓者が、ミズーリ川とカンザス川が合流する、この地に船をつけ、サンタフェトレール、オレゴントレール、 カリフォルニアトレールを伝ってさらに西へと向かう起点となっていた。ミズーリ側にハンニバル橋が架けられると、今度は鉄道交通の中心として発展していった。20世紀に入ると、トランスワールド航空はカンザスシティに拠点を置き、世界の航空路のハブにしようという計画を立てていた。カンザスシティ国際空港カンザスシティの玄関口となる空港は、 ダウンタウンの北西約二十四キロメートル、プラット郡に立地するカンザスシティ国際空港である。もともとこの空港は1 9 5一年の洪水でダウンタウン空港が壊滅的な被害を受けた後にミッドコンチネント空港として作られた。やがてボーイング七百四十七などの新型飛行機を離着陸させるにあたりダウンタウン空港が手狭であったこと、また 離着陸路上にカンザスシティのダウンタウンがあって安全性に問題があったことなどからカンザスシティはミッドコンチネント空港を拡張し市のメインの空港とすることに決定した1972年にカンザスシティ国際空港と解消して開港したこの空港は2006年には1060万人が利用した同空港には主要航空会社のハブ空港をはじめ 全米の主要都市からの航空機の便がある。旧空港であるダウンタウン空港にはトランスワールド航空が拠点を置いていた。現在ではもっぱら自家用機やチャーター機、航空商用の空港として使用されているほか、航空歴史博物館がある。カンザスシティを通る I- マイナス70代2次世界大戦後、ミズーリ州を呼び、カンザス州は、 全米で最も早く週間高速道路の建設が始まった州であった。初期に建設された I-70 はカンザスシティとセントルイスを結ぶミズーリ州で最も重要な道路であり、セントルイスからミシシッピ川を越えて東へはインディアナポリスやコロンバスを通ってボルチモアへ、西へはトピカやデンバーを通ってユタ州へと通ずる。 大陸を横断する幹線の一つとなっている。カンザスシティ都市圏の環状道路である I-435 は、長さ 130km に及ぶ、ボストンの I-495 に次いで、全米で2番目に長い環状道路である。この他、カンザスシティには、南北の幹線の一つである I-35 や、カンザスシティを起点として、 ノースダコタ州のカナダ国境まで走る I-29 も通っている。アムトラックのカンザスシティユニオン駅は、ウエストパーシングロード30にある。カンザスシティユニオン駅には、ロサンゼルスとシカゴを結び、ほぼ全線にわたって、旧国道66号線に並行して走る、夜行長距離列車、サウスウェストチーフ号が一日一往復停車する。また、 セントルイスとカンザスシティ間を1日に往復運行しているミズーリ線の中高、中距離列車ミズーリリバーランナー号の西の終点、起点ともなっている。この中距離列車はミズーリ州のシュー都ジェファーソンシティにも停車する。20世紀前半、カンザスシティにおける大量輸送は主に電車によって賄われていた。1九百年から百三十九年にかけて、 カンザスシティ都市圏には各方面に 80km 以上の運行距離を有するインターアーバンが走っていた。また市内には1959年までトロリーバスが走っていた。しかし市が急速にスプロールしたことによりこれらの電車によるシステムは廃れカンザスシティ地域交通局が運営する路線バスにとって変わられた。現在のカンザスシティにおいては 主要な公共交通機関はこのバスである。2005年7月、カンザスシティ地域交通局は、ザマックスという新しいバス交通システムを導入した。ザマックスとは、メトロエリアエクスプレスの略である。このバスのルートは、ダウンタウンのシティマーケットを出発し、メインストリート上にある、たくさんの停留所を経由して、カントリークラブプラザや、カンザスシティ南部へ向かう。 導入当初、時刻通りにバスを運行させるため、バスは青信号の時間を延長する機能を搭載する予定であった。しかし2006年9月現在、その機能は実現していない。カンザスシティには地下鉄やライトレールのシステムはない。過去に建設が取り沙汰されたことは何度があったが、投票により棄却され続けてきた。 2006年11月7日、ライトレールシステムの整備案が53%の賛成を得て可決された。提案された路線は、カンザスシティ動物園からダウンタウンを通り、カンザスシティ国際空港へ至るというものであった。しかし、この案には未だに財源をめぐる批判が寄せられている。この他、ダウンタウンには、トロリーバスや路面電車を復活させる計画も持ち上がっている。 2016年、KC 路面電車が開通した。ジャズ・カンザスシティ・ジャズは1930年代に花開き、ビッグバンドから1940年代のビバップへと変化を遂げる橋渡しとなった。1930年代、カンザスシティのナイトクラブは、トム・ペンダーガストの庇護の下で、禁酒法の規制を事実上逃れ、夜通し営業していた。そういったナイトクラブは、 カンザスシティ市内の至るところに立っていたが、特に、エイティーンスバイン地区に集中していた。加えてその地理的な位置から、カンザスシティは大陸を横断して、演奏旅行を続けるバンドが、経由地とすることが多かった。カンザスシティからニューヨークへと巣立った、ジャズミュージシャンも、数多くいた。1929年にカンザスシティで活動していた、カウントベーシーは、 ジョン・ハモンドに注目され、ハモンドに導かれて1936年にニューヨークに活動拠点を移した。これにより、カンザスシティジャズもまた全米の注目を浴びるようになった。カンザスシティに生まれ育ち、少年期にカンザスシティジャズの影響を受けた、チャーリー・パーカーは1939年にニューヨークに移り、1940年代にビバップを。 作り上げ、モダンジャズの礎を築いた。女性ジャズトロンボーン奏者のメルバリストンも、カンザスシティ出身である。カンザスシティジャズの終焉も、ペンダーガストと運命を共にしていた。1939年、ペンダーガストが、脱税で有罪となると、市当局は、ナイトクラブの規制を強化した。それによって、カンザスシティジャズの時代も終わった。1970年代、 カンザスシティでは家族連れにも優しい、健全な環境の中でジャズを復活させようという動きが見られた。水売り川沿いのリバークエー地区でジャズクラブを回転させようという試みは、やがて同地域におけるギャングの闘争を終わらせ、ラスベガスにまで波及していたカンザスシティマフィアの影響の撲滅に導いた。カンザスシティ出身の映画監督、ロバート・アルトマンは、 カンザスシティジャズの時代を描いた映画カンザスシティを制作した。カンザスシティは1996年に公開された。1997年には、エイティーンスバイン地区にアメリカンジャズ博物館が開館した。クラシック音楽とオペラカンザスシティのオーケストラ、カンザスシティシンフォーニーは1933年に設立された。 カンザスシティフィルハーモニックを引き継ぐ形で1982年に創設された。カンザスシティシンフォニーの指揮者を務めているのはマイケル・スターンである。スターンはニューヨーク・フィルハーモニックでデビューし、レナード・バーンスタインの下で学び、クリーブランド管弦楽団の副指揮者を務めた後、世界各地を転々とし、2005年にカンザスシティシンフォニーの正式者に就任した。 1970年に設立されたリリックオペラ・オブ・カンザス・シティは全米屈指の地域オペラ団の一つである。リリックオペラ・オブ・カンザス・シティは年間4の5本の定期公演を開いている。もともとはすべて英語で公演を行っていたが、1990年代後半からは言語で行うようになった。1957年に設立されたカンザス・シティ・バレエは 25名のプロダンサー及び、修練生からなるバレエ団である。カンザスシティバレエは年間スケジュールを3つに分け、クラシックバレエからコンテンポラリーバレエまで幅広いジャンルの公演を行っている。1980年から1985年にかけては有名ダンサー、振付師のトッド・ボレンダーが同バレエ団を運営していた。 1986年から2000年にかけて、カンザスシティバレーは、ダンスセントルイスと合併し、ステートバレーオブミズーリを形成していた。カンザスシティシンフォニー、リリックオペラオブ、カンザスシティ、カンザスシティバレーのいずれも現在ダウンタウンのリリックシアターで公演しているが、2009年には、現在建設が進んでいる、カウフマン演技芸術センターに本拠を移す予定である。 古くから畜産の中心地であったカンザスシティはステーキやバーベキューで知られている。カンザスシティストックヤードの前世紀からカンザスシティはストリップステーキで知られていた。ストリップステーキとはリブロースの中でもサーロインやテンダーロインに近いショートロインと呼ばれる部位を用いたステーキである。ストリップステーキに T 字型の骨付きでテンダーロインが入ったものを その骨の形状からティーボーンステーキという。これらのステーキはサーロインやテンダーロイン同様に高級品とされている。カンザスシティの他にはニューヨークのストリップステーキも有名であるが、カンザスシティストリップステーキはニューヨークストリップステーキとよく似ており、そのため単にストリップステーキと呼ぶこともある。特に流し入れていたステーキ店は、 ストックヤード内のカンザスシティ家畜取引所の近くにあったゴールデンオックスであった。カンザスシティストックヤードはシカゴに次ぐ全米第2の規模であったが1951年の大洪水で壊滅的な被害を受けた後復興することなく閉鎖になった。カンザスシティスタイルのバーベキューテキサスやノースカロライナ、メンフィスと並んでカンザスシティはバーベキューでも知られ、 ワールドキャピタルオブバーベキューと呼ばれている。カンザスシティ都市圏内には90軒以上のバーベキューレストランがある。また、毎年10月11月に行われる家畜、馬の品評会であるアメリカンロイヤルでは、伝統のロデオの他に、世界最大級のバーベキューコンテストが取り行われる。カンザスシティスタイルのバーベキューはもとは1900年代初頭に、 ヘンリー・ペリーがメンフィスから持ち込んだもので、エイティーンスバイン地区で花開いた。アーサー・ブライアンツは、ペリーのレストランを引き継ぎ、甘みを加えるために糖蜜を用いた。1946年には、アーサー・ブライアンツの料理人の一人が独立して、ゲイツサンズバーベキューを開店した。カンザスシティでは、この2軒がバーベキューの老舗とされているが、2軒とも、 カンザスシティ都市験外に店を構えることはなかった。1977年、自動心理学者、リッチ・デイビスは、自ら調合した、バーベキューソース、ケーシーソウルスタイルバーベキューソースのテストマーケティングを、行った。デイビスはこれを、ケーシーマスターピースと改名し、1986年に、クロロックス社のキングスフォード支店に販売した。 デイビスはこのソースと名前を使ってのレストラン、営業権を獲得し、郊外のカンザス州オーバーランドパークで営業を開始した。フィオレラズ・ジャック・スタック・バーベキューも、カンザスシティの著名なバーベキューレストランの一つである。1957年に営業を開始した、このチェーンは、2006年11月現在、カンザスシティ都市圏内に4軒のレストランを構えている。 同店のバーベキューは、フードチャンネルや、ヒストリーチャンネルでも紹介され、全米に配送されるようになった。カウフマンスタジアムチーフスの試合で満員のアローヘッド、スタジアム地方中枢都市である、カンザスシティには、プロスポーツもいくつかある。メジャーリーグのカンザスシティロイヤルズは1969年に創設したチームで、アメリカンリーグ中地区に所属している。 1970年代後半から1980年代にかけては、1985年にセントルイスカージナルスを破って、ワールドチャンピオンに輝いたのを含めて7回の地区優勝を飾り、黄金時代を謳歌していた。一時は低迷し、勝率4割に満たないこともあったが、近年には復活し、2014年にアメリカンリーグ優勝。2015年には、 ニューヨークメッツを破り30年ぶり2度目のワールドチャンピオンに輝いた。ロイヤルズはカウフマンスタジアムを本拠地としている。一方、1960年に創設された AFL のダラステキサンズが1962年にカンザスシティに移転、カンザスシティチーフスと改名した。チーフスは1970年 NFL との合併前の最後のスーパーボールで優勝。 NFL 合併後は AFC 西地区に所属1970年代から1980年代にかけては低迷したものの1990年代以降は安定した成績を残しプレイオフの常連チームとなっている2006年にもプレイオフに出場したがペイトンマニング率いるインディアナポリスコルツに敗れた2019年には 第54回スーパーボールに出場し、サンフランシスコ4 9ナーズを破り50年ぶりに優勝を果たした。2020年も2年連続でスーパーボールに出場した。チーフスはアローヘッドスタジアムを本拠地としている。アローヘッドスタジアムはカウフマンスタジアムの隣に立地している。同じ敷地内に野球とフットボールのスタジアムが並立している例は、 全米でも珍しい。アローヘッドスタジアムは NFL のみならず、カレッジフットボールでもビッグ12、カンファレンスチャンピオンシップでよく使われている。また、アローヘッドスタジアムは2007年まで、メジャーリーグサッカーのカンザスシティウィザーズの本拠地としても、使われていた。ウィザーズは1996年の、メジャーリーグサッカー開幕当初から参加しているチームの一つである。 カンザスシティストックヤードの跡地に建てられたケンパーアリーナは2006年に創設されたアリーナフットボールチームカンザスシティブリゲードの本拠地になっている。またケンバーアリーナでは男子カレッジバスケットボールのビッグ12カンファレンストーナメントがよく行われる。女子のトーナメントは隣接する私立行動で行われることが多い。2008年以降はブリゲードの本拠地は 新しいスプリントセンターに移った。また、2008年3月のビッグ12カンファレンストーナメントもスプリントセンターで開かれた。NBA や NHL のチームをスプリントセンターに誘致する計画も進められている。カンザスシティの都市圏及び広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。以下に、 ミズーリ州カンザスシティにおける1860年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。カンザスシティの姉妹都市の一つ、倉敷市の美観地区カンザスシティは以下の13都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。